Million stones on the track. あかりちゃんは何食べたの？飲み物。バナナ。豆乳バナナスムージー。豆乳バナナスムージーのホイップ抜きにしてもらう。ホイップ抜きに。僕らはね、カフェラテ。カフェラテですね。カフェラテ飲めるんですか？飲めるよ、もちろん。だって今日だってずっとコーヒーばっか飲んだから。カフェラテで大きくなったんだから言ったわ。そうよ、うん、ね、カフェラテしか飲んできてない。だからゲップばっかするのか。うるせえバカ。あれ、生まれて初めて飲んだジュースなんだっけ？え、カフェラテですよ。そうだな、はい。ちょっと無理がありませんか？無理があるとか言っちゃうと練習するからめんどくさい。すごい練習したの、ここで練習したのね。そうそう、練習した。飲めないわけないじゃんかよ、アイスコーヒー飲んでるぐらいなのに。カフェラテでここまで大きくなったんだから。カフェラテでここまで大きくなったんだからね。そうそう、ほんと。そもそも歩き始めた時に初めて飲んだの何の時か、なんかわかんないですけど、今頭の中で微糖のアイスコーヒーしか出てこなくて。カフェラテ飲めるんですかがないと話が始まらないね。ああそうだ、いいって瞬発力だよ、瞬発力。そこはいね。サボタードリームスさんもね、たまに来られる、この新庄テラスで。え、もうこれ撮ってるんですか？まあ、撮ってるんですよ、これ。あ、そうなの？そうなんです。いや、もう、さっきお店来てからもう、角川の曲がずっと流れてくれてて。そうだもんね。はい、本当に嬉しいですね。自分たちの曲がこうやって流れてるの。嬉しいよね。はい。今度ってさ、9月の2日に、ディスコの口っていうイベントに、はい、出ていただくじゃないですか。はい。サボタードリームスさんね。はい、どうですか？え、まだ何も出るっていう話だけ聞いて、詳細。でも、ケイタさんは乗るんですよね。ケイタさんね。ケイタさんと、シゲさんとか。それが楽しい。うち初めて見るんですよ。あ、そうですね。踊ってるの見たことないんで。ディズニーもっていうかね、はい、多分、ケイタさんも、全盛期ってあれだけど、見られない方もいるから。そうですね。ちょっとね、ここのお店もそうですけど、溝の口でちょっとこう、ダンスと、街と、はい、あとまあエンターテインメント、はい、ワクワクする街にということで、はい、行ってきますので、はい、お二人も含め舞台で踊りますので、自分たちも踊るんで、カードカードリームズ、見に来てください。よろしくお願いします。ぜひ皆様しか自分たちに遊びに来てください。ぜひ新庄テラスも来てください。スタジオすぐ近くです。どこに指さしてる、はい、天球しか書いてない。ということで、カフェラテが来ましたよ、うん、はい、うまそう。ありがとうございます。皆さん、本日もフラットさんが行くご視聴ありがとうございます。いいな、面白かったなと思う方、ぜひぜひ高評価、そしてこちらのボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。おい、バカ野郎、ちゃんとチャンネル登録してんのかこの野郎。また来週も見てくれよな。